昨日羽田空港で日本航空と海上保安庁の航空機が衝突し5人が死亡した事故で日本航空のパイロットらが完成からの着陸許可を復唱し着陸操作を実施したと話していることが分かりましたきのう午後6時ごろ羽田空港の滑走路で日本航空と海上保安庁の機体が衝突し海上保安庁の副機長ら5人が死亡し 機長と日航機の乗客ら18人がけがをしました。その後の日本航空関係者などへの取材で、会社が行った聞き取りに対し、パイロットらが、艦船からの着陸許可を復唱した後に着陸操作を実施したと話していることが分かりました。また、艦船とのやり取りなどから、海上保安庁の航空機は事故現場に近い別の場所で待機するよう、

乗員や関係者らから話を聞いていきたいとしています一方警視庁は特別捜査本部を設置し業務上過失致死傷の疑いで今朝滑走路や機体の現場検証を行いました明後日以降に司法解剖を行って死因の特定を進める方針です